敬愛する手を通る写リ用の詩の具位として制作された若者都市。同じ都市のサロンに出品されたフォック美術館所蔵。ソドマサ作、アレクサンドロスとロクサネの結婚の模写。1857年、ギュスターブ・モロー美術館所蔵。アンドレア・マンテーニャ、パルナッソスのメルクリウス。イアソンあるいはイアソンとメディアは、 フランス象徴主義の画家ギュスターブ・モローが1865年に制作した絵画である。油彩。主題はアルゴーブネの冒険譚で、名高いギリシア神話の英雄イアソンとコルキスの王女メディアである。モローを代表する神話画の一つで、前年のサロンで画壇復帰を果たしたオイディプスとスフィンクスに続き、翌年のサロンに偶意が若者都市と共に出品し、 再び成功を収めた。現在はパリのウルセイ美術館に所蔵されている。テッサリアの都市ヨルコスの王子イアソンは、おじのペリアス王から、遥か東方の国コルキスの宝物、金毛羊の毛皮を持ち帰ることを命じられる。そこでイアソンは、ギリシア中から優れた英雄を募り、アルゴ船を建造し、コルキスへの冒険に乗り出した。 長い旅の末にコルキスにたどり着いたイアソンは魔法に、武田王女メディアの助けを借りて、アイエテス王の試練を乗り越え、毛皮を守護する巨大なドラゴンを殺し、無事に毛皮を手に入れて、帰国を果たした。モローは、メディアの魔法の助けを借りて、怪物を倒したイアソンを描いている。青年の姿で表された英雄イアソンは右手を、高らかに掲げ、勝利を噛み締めている。 王女メディアはすぐ後ろに立ち、英雄の肩に左手を置きながら、静かにその横顔を見つめている。メディアの魔女としての恐るべき性質は右腕に乗った蛇によって表現され、その手には怪物を眠らせるために用いた魔法の薬が握られている。イアソンが倒した金羊毛を守護する怪物は、神話では巨大なドラゴンとされるが、モローは怪物を、 わしの上半身を持つグリフォンのような怪物として描いている。イアソンの足の下で横たわる怪物の口は血で染まり、首には致命的な一撃を与えた槍の穂先が折れたまま刺さっている。槍の残りの柄と盾は画面右下の怪物の翼とともに大地の上に描かれ、蛇の形をした怪物の巨大な大わちを流しながら光景でのたうっている。宝物である。 金羊毛は不思議な形状で描かれている。イアソンとメディアの隣に立っている装飾柱がそれであり、スフィンクス像をいただく装飾柱の上部に金羊毛の頭部を持つ金色の鱗状の毛皮がかけられ柱をコーティングするように折っている。金羊毛の角からは宝飾やメダルをつなげた長い装飾品が垂れ下がり、さらに文字の記された帯が柱に巻かれている。 帯には、オビディウス、変身物語七巻の二つの祝が記されている。そのうちの一つは、恋に落ちたメディアの胸の内を歌った祝であり、もう一つは怪物を倒した後の帰国を告げる祝である。イアソンの愛を手に入れ、その胸にすがって、どこまでも海を渡っていけばいい。あの人を抱きしめたなら、恐れるものなんて何もないのだから。こうして、英雄イアソンは、 近畿羊の毛皮を手に入れた。しかしこの素晴らしい戦利品をもたらしたメディアもまた、もう一つの戦利品と呼ぶべきだろう。この美しい妻を伴って、イアソンは、故郷のヨルコスに凱旋するだろう。メディアが、イアソンの肩に手に置く構図は、モローがイタリアのビラ・ファルネジーナで模写した、ソドマのアレクサンドロストロクサネの結婚の結婚の神、ヒュメナヨスから着想を得ている。 この中でヒュメナイオスはアレクサンドロス大王の友人ヘパイスティオンの隣に立ち彼の肩に手を置いている。イアソンの図像についてはヘルメス人のイメージが重ねられている。準備素描からイアソンの有力の兜はヘルメスのものであるとわかる。さらにイアソンの背後にヘルメスのアットリビュートであるカドケウスの杖が描かれている。モローはビラ・ファルネジーナで ラファエロ・サンツヨが描いたカドケウスの杖を持つヘルメス像を見たと思われ、またルーブル美術館ではアンドレア・マンテーニャのパルナッソスのヘルメスを模写している。モローはこれらのヘルメス像をもとにイアソン像を作り出している。モローの絵画はメディアがイアソンを自身の強い影響下に置いていることを暗示している。この点で特に重要なのは同年に発表された 若者都市との共通性である。テオドールシャセリオーの死の具位である若者都市では若者の背後に死を象徴する女性像を描くことで若者が逃れられない死に支配されていることを表現している。本作品に描かれたイアソンも状況は同じであり実際に帰国を果たしたイアソンは後にメディアの愛を裏切ったために彼女に殺されるという運命が待っている。モローは イアソンの背後に魔女としての魔性を秘めたメディアを描くことで、その後の彼の運命をも暗示している。ギュスターブ・モロー美術館に所蔵されている準備素描では、背後に立つメディアは、イアソンの腕の下から顎に手を伸ばして、頬を寄せており、タブロー以上にメディアの影響力が強調されている。また別の素描では、メディアは、後方の離れた場所に座って、イアソンを見つめている。 この二つの素描はメディアの表現に関してそれぞれ異なる構造を示しており、モローはそれらを一つに融合して描いている。画家からの購入によって個人コレクションに加わった後、ポール・デトリモンを経てユダヤ人の富豪エフルシ家の出身で美術評論家のシャルル・エフルシのコレクションに加わった。当時、エフルッシとそのサークルはレオン・ボナとモローの絵画に熱中していたが、 彼と信仰のあった印象派の画家ピエール・オーギュストル・ノワールはモローを批判している。その後、アイザック・エフルッシュが所有した後、シャルル・エフルッシュの名の夫で、考古学者のテオドール・レイナックによって1908年にリュク・サンブール美術館に寄贈された。絵画は1918年から1929年まで同美術館に所蔵された後、ルーブル美術館、さらに、 オルセー美術館に移されて現在に至っている。ありがとうございます。